今日掃除してはるんでね、音がうるさいんですわ、エアーの音が。どうかな、もうやってないかな。おお、やっぱ大きいね、これ55m。 おお、もっとあるような感じするね。見えないからね。おはようございます。あ、すんません、あの、ね、すみません、すんません。これは何ですか、これ。これはどんぐりです。これの、こんな落ちまんのか、どんぐり。すまへんな、今掃除中でね、邪魔してますわ。はい、おー、そこ石のところにはね、やってはらんから音はしないだろう。はい、文城山古墳の底石がここにあるんですよ。てっきりね、わしは縦に立ててあるものと思い込んどったから、さっきずっと朝回ったんだけど、わからんなんだね。おお、後ろ髪とこんなんか。ちょっと見てみましょうかね。はい、これでございます。これ、この石がね、文城山の石室の石でございます。寺戸古墳やけどね、約48メーターやけど、ちょっと小ぶりなんだけど、さっき先週行った時に見たんだけどね。こうなんです、これ。この石を、すんまへん、この石がね、文城山古墳の、石室の底石らしいですよ。だからまさかこういう、こういうお方が、ね、建ててあると思って、探してましたやんか。あ、これベンチにして保管してる。あ、これベンチですか。ベンチです。あ、ベンチのか。ベンチにされてる。ベンチ、だからここでまあちょっと休んでもらってね。はい。ということで、こっちに持ってきてるんです。それ話聞いて、で、来たんですけど、はいはい、まさかこんなことになっとるとは。だから、きれいに建ててあるか、はい、どっか小屋の中に入れてあるかな、はい、そんな夢で来ましたからね、探し回って、小屋もないし、アルミからトイレやし、はいはいはい、ほんなこれでした、びっくりでした。だから、ここへ持ってきますよ。これは、この公園は市の管轄なんですか。まあ、一応、広陵城ですね。広陵城の。おお、この石がね、はい、この石を探し求めて1週間、はい、どちらから来られたんですか。大阪から。あ、大阪の方か。まさかこんなところにこんな感じで置いてあるとはね。びっくりでした。池のね、ここにこう、はい、箸にしてましたね、これ、はい、はあ、いろんなとこ使われたんやね。そうですね。ということは、はい、上池、下池、池がありますけどね。はい、公園の中ね、はい、そこの箸に使ってます、ね、使ってたんですか、ええ、いやー、それはいかんな、高石なのに。で、公園、丘陵公園を整備した時に、はい、ここまで持ってきてね、はい、で、一応ベンチに利用して、はい、まあ、見ていただくと、ではこれですか。いや、はい、まあ、どういつも引きずられたか分かりませんけどね。だから、おそらくここにこう石をこう立ててね、はい、だから両方からこう立てて、欄干立てて、ほんで橋にして、欄干じゃなしに、これ底石なんでね、これはね、ここにこう、はい、側壁いうんですか、はいはい、石の板をこうね、立ててな、こっちとで、ここへこう、しかしまあまあ、こうやって出してくれた方がね、いいよね。そう、わかります。中に、土の中に入れるように残ってますから ね、まあ、4面にね、これを探して、ずいぶんうろうろしましたけど。ああ、なるほど。それだから1300、400年前、もっと前かな。5世紀やから1500年ぐらい前か。そうですね、1500年、大中期ぐらいですね。はいはい。まあ、ここの丘陵公園の古墳が大体。ね、ねえ、あれ中入れるんじゃないか、あれ。まあ、入っていただくことはできますけどね。どっか、じゃあ、広陵城の役場行かないかんねんな。鍵がかかってるから、もしご覧になるんやったら申し込んでいただいて、はいはい、一回行ってみようかな。一個だけですか。向こうの いっぱいあるけど、この古墳みたいな感じ、あれ関係ないですか。ここはもう大体直径50メートルぐらいの円墳ですね。これはね、だけですこっちの山はどうなってるんですかね。ここはね、はい、ちょうどあの辺がちょうどこうなってますよね、はい、もともとはこうずっとつながってたみたいなんです、はいはいはい、で一応円墳に形を整えるためにね、削ってあそこを切ってるんですね。
向こうものが高くなっとるじゃん、奥のものね。こっちもね。はい、じゃあこれは関係ないんですか。関係ないです。骨の前だけをこう円墳に使ってという。だからわしら素人見るとこう1個2個3個で向こうの方向にこう小さいのいっぱいあったんじゃないかと思ってね、はいはい、そうでしたか、はい、骨を一番先っぽですね、はい、一番端っこはあの尾根のね、ずっと尾根の端にね、うん、だからここは広陵町なんですね。そうです、ここは広陵町、そこから向こうは神牧町です。神牧町、広陵町やから広陵町役場行かないからね。そうですね、高齢者役場ってどこあるんですかね。高齢者役場はね、はい、お車で来られてます。車、そこに止めてますけど、はい、中和幹線ご存知、はいはいはい、あれのもうちょっと、一つ北のね、はい、何線にしたな、はい、わ、はい、かりました。すみません、忙しいとこ、はい、ありがとうございました、はい、どうも。詳しいけど、なんか関係の方、えらいものすごい、高齢者には古文化会というのがあるんですよ、はい、古文化会、はい、で一応そういうあの史跡を保存するために、まあ、昔組織されたみたいな、はいはいはい、いや、あなたよりは詳しく、ものすごい、いや、まあその一員ですけど、それでね、はい、普段の方聞いてもね、大概あの立ち止まって聞いてもほとんどの方があのそういうやつはね分かってはらへん人多いんですわ。随分2000箇所ぐらい回ったけど、ああそうです、はい、大概分かりませんわ、聞いても。ああ、いや、なんか古墳みたいなあるようなことぐらいしか分かりはらんからね、はいはい、もうこんなもよりは詳しかったからね。 ありがとうございます、非常に助かりました。またお越しいただいて、これ声はあの YouTube アップしてよろしいですか。声はお顔は出してないけど、あ、別に構いません。いいですか、お顔出してみましょうか。いやいや、もう顔はそんな、ね、そんな自慢できるような顔違いますよっていうのは、はい、そしたら声ちょっと使わせてもらいますね。ああ、まあ、すいません、そういうふうに、はい、あのね、どっちみち編集されますね。はい、わかります。あの、爆薬を踏んで、あの、見てもらうと YouTube で、あの、2、30人出しておきますんで。あ、そうですか。爆薬を踏んでね。爆薬を踏んでね。はい、はい、すみません。まだ見てください。はい、いただきます。ありがとうございました。どうもすみません。はい、どうも。